先日船で釜山に行ってきまして、その模様の本編はすでに動画にしてますんで、またご覧いただきたいんですが、我々あんま何も決めずに行った結果、ひたすら食い続けることになってしまいまして、結果48時間で大小合わせて12食も食ってしまいましたのでですね、後日感想戦をしまして、結局釜山で一番うまい飯は何だったんだという話をするんですが、ひとまずその12食食い倒れの模様からご覧ください。ありがとうございます。お好き。じゃあ、乾杯。うん。それ多分突き出しやろ。突き出し。突き出しすごい。いっか。うん。これやばい。スパイシーシーフードシチュー。うん、マジそんな。で、どうやって食うの？手で。拳で、拳で食う。あと俺、簡単系じゃ真っ赤なイメージあったんやけど、全然合うことないな。ねえ、むずい。これも。いいね、いいね。めっちゃ食うとっちゃう。いいね。皆さん、カンジャンケジャンと格闘中。あー、吸うイメージあるよ。わさびいる人。わさび合う？合わ。これは、なんか、スイートライススムージーという。スイートライススムージー。まあ、すげえぞこれ。口噛みすごいね。黒糖と蜂蜜。へえ。ちょっと後味臭いやな。これ飲んだな。臭い。いや、多分発酵入っちゃう気がする。これね。これはい。さっき飲んだ缶のあれ、あれのグレードが高いやつです。ああ、同じものもね。同じ系統。やっぱり韓国の飲み物だね。これは？これカフェラテ。アイスのカフェラテ。アイスカフェラテ。日和やがって。これは？ミックスグレインラテ。ミックスグレインラテ。グレインって穀物？はい、穀物。これに類するものってことか。やろうね。なんか香ばしい。あ、めっちゃ美味しい。カフェラテやけな、お前は。甘い。なんかね、ナッツ系の味がする。美味しそう、美味しそうな。美味しい。じゃあ、大麦とか。大麦。大麦とかナッツ。ミックスグレインラテか。牛乳も入っちゃうか。どんな味？あの、ごまとか、ナッツとか、それ系、全然なんかその、米とか麦とかじゃ雑穀じゃなくて、これはジェジュ、つまりチェジュ島やと思うんだけど、ジェジュオレンジアエイド、ADE。多分その皮にして乾燥させて、それをお湯で割ってみたいな。あ、ゆず茶みたいなことじゃないかな。ゆず茶ありえるな。韓国のゆず茶そうだもん。エイド、果汁を薄め、甘味料を加えた飲料水。だから韓国で話題の飲み物ではあるし。レモネードってレモンエイドなの。あー、じゃあチェジュ島のオレンジエイドなのや。オレンジエイドってオレンジエイド。あオレンジって、ね、ジェイドっておったでね、歌手で。水で薄めず果汁のみの飲料水はジュースと呼ばれ区別される。あ、オレンジのレモネードやわ。で、これが韓国で話題なんや。韓国大人女子旅におしゃれで美味しいエイドの人気カフェ。ゆず茶ってあれゆずエイドってのや。ゆずエイド、昆布茶、昆布エイド、コビエド。それでは、釜山の夜に乾杯。いいよ、こんな勝負に今日、油も引かずに日もあるな。やるときは言うてくれよ。よーよーよー。おー、張り込み。オッケー、ワンドワンドワンド。オッケー。デリシャス。美味しい。美味しい美味しい美味しい。すいません。ビール。ちょうどチェス。チェス。あー、イエーイ。あー、あの店ね。ジャパニーズセブンイレブンじゃん。セブンイレブンみたいな。セブンイレブン。これはチェス。チェス。あ、GS や。GS。で、セブンイレブン、よいしょー、カムサンミダー。なるほど、第3のビールみたいなもんか。いや、どうぞ。ビールグッド、テイクグッド、オリジナル。おいしいな。めちゃくちゃおいしい。すごいのが来たね、ビビンバ。ねえ、でか、手のひらこれやん。で、ジュエルは結構入れる。結構入れちゃう。よし、これです。あ、うまい、うまい、うん、うまい、マジでうまい。
え、ミルミョンって餃子じゃない？これ水面がミルミョン。多分そうやな。手作りとしか書いてない。餃子やろ。手作りの何かわからん。カス、カス。大統領選挙、大統領選挙気になるな。大統領選挙気になるな。なんでね。それ共和国やけね。そう、大統領選挙ね。え、これなんか飲むもんじゃない気がする。そう。で飲んでみて、お出汁な気がする。お出汁。お出汁。お出汁ってか、うん、スープ。うん。はい、プリ餃子だけ来ました。おお。一年前からこれ。すげえ。これくそうまい。くそうまい。一生食える。一生食える。やばい。ほんまうまい。おいしいです。辛い。いや全然全然もっと辛くしたいぐらい。韓国冷麺とか。あーでも近い近い。美味しい。あ、近い。ハサミで切りやすくない？さっきからさ。そう、うん、ここにハサミがあるね。美容師、美容師ペッチ。器はモタレンガム。モタレンガシ。うん、うまいうまい。くそうまい。夏に。私はこのコーヒー。これかな。分かんない。オープン。二人はうまそうなチキン。うん。俺はアイスのアメリカーノ。なにこれ。めちゃめちゃ香ばしい麦茶みたいな感じ。何の味まずこれ、ね。香ばしさが全面の全面に出ちゃう。木、ね、の実を炙ったような匂いがする。うん、270円だ。ファミチキと値段そう変わらんの。でかいもんな、ここの。うん。韓国人、この甘辛い味好きやって、うん。日本の辛口チキンとかはさ、もっと塩気が強いやん。はい。甘みがやっぱ特徴的やん。日本人ってやっぱ塩分好きながらね。トウモロコシと麦の絵が描いてあるロールケーキ、おかしいやん。ミックスグレイン。穀物ばっかりというな。ゼロミル砂糖トウモロコシロールか、商品名は。ゼロミル。うん。ミルって引く、引いてないってこと。ああ、引いてないってこと。砂糖。最初はトウモロコシの風味が一番最初に来て、この後甘くて、後半は全部酸味。酸味っぽいわ。120円なら買うかもしれんけど、280円。はい、どうも。おー、おー、美味しそうじゃない。何これ。え、春雨みたいな。うん、うまい。あんじゃないがや。うーん、なんやけこの味。油と胡椒の味。そう、油と胡椒の味なんやけど。入れるべか。ライスね。お清め。うん、ほんまに言わんとってほしかったそれ。セルフらしい。ああ。これいく。これもか。玉ねぎか。ネギちゃう。すげえ。お、はい。まあ混ぜて食えばいいんでしょう、多分ね。あ、中になんか味噌みたいなの入ってる。あ、ほんとや。あ、なるほど。くっそ薄味。あ、だからやっぱ味作っていくや、こっち。自分だけの最強のクッパをみんなで作っていこう。うまい。薄いやろ。かなり薄味やろ。え、これ豚骨ラーメンじゃない、事実上の。おお、スプライトって書いてなかった。スプライト、ロッテがスプライト作るよかよ。おお、よっ、なるほど。全部の焼肉屋でやってほしい。全部でそうしてほしいわね。オッケーオッケー。合わせてくるみたいなの多いな。そうやね、特徴的やね。うん、おいしいっすよ。いや、ほんまいいわ。グツグツいいよね。これ、左手が不条の手やっけ。韓国では聞いてないな。そういうのがあるとは。今日私がいただくのは
はい、じゃあ皆さんそれぞれメニューを紹介してください。テリヤキバーガー。セット。セット。600円ぐらい。日本のやつと変わらない。ハンウープルコギバーガー。ハンウープルコギバーガー。プルコギバーガー。あ、俺と一緒。俺もプルコギバーガーと、謎のダンプリングがあります。まあ、そうもそうやな。サイドの方が特徴的やったけど。ワーリング。熱いかかな、これ。辛いやろうなぁ。プルコギ、プルコギ。プルコギ、プルコギ。うん、なんかちょっと味違う。なんかソースが違う。うん、違う。やっぱり塩味が足らんって。あ、そういうことだ。いただきます。うん、なんか奥に塩だれがあるようなプルコギ焼肉だれ。なるほど。なんだよこれ。まずノーマル。はい。揚げ具。辛いだよ。辛いだよ。かなり辛いんじゃないこれ。普通に辛いだよ。え、辛いこれ。辛そうな方いくで。うん。どう？もっと辛い。倍辛い。辛い餃子ともっと辛い餃子のハンハンダカフェ。やばっ。ちょっと一口もらっていい？辛い辛い辛い、やばい。辛い以外がめっちゃうまいのよ。うん、いやマジ辛い。いや、やっぱり辛い。そうもなかったチーズスティックとかモッツァレラ、鶏の丸焼き、この辺がちょっ と違うよな。清州辛い餃子。だって清州強餃子やもん。最後4人で乾杯コンビ。乾杯。緑豆。緑豆。緑豆。私はエゴマ。多分これ味めっちゃ薄いでね。やっとう。いや全然薄ない。美味しい。うん、あこれうまいぞこれ。ちゃんと味。鶏パイタン。鶏パイタン。あいいよ。ちょうどよね味。ね味ちょうどよ。ちょっとね、サバ用の塩結構やばいぞ。これ何？これ酒やろ絶対。お出汁じゃん。また出汁っぽい。酒や。え？何これ？これ蒸留酒やなこれ。醸造酒じゃない。焼酎に人参漬け込んだみたいな感じだったの。人参、人参っていうのはさっきの高麗人参ではなくて普通の野菜の人参。どうですか？美味しいです。美味しいです。めっちゃ美味しい。ということで日本帰ってきまして3ヶ月後の、新橋、はい、ひなべ屋でございます、はい、え、もう3ヶ月もか。あ、3ヶ月経った。もう9月の半ばに、9月の半ば、3ヶ月経ちましたけど、結局どれが一番うまかったのか。飯ばっかり食いよった記憶はある。確かに、常に満腹や、うん、韓国料理大方食ったよね、うん、思いつく限り食ったくない、うん、一通りメジャーのやつは食べたと思う。食ったよな、うん、じゃあちょっとベスト3決まった。じゃあ、うん、3位、うん、せーの、サムギョプサル。サムギョプサル、うん、美味しかったし、まあ、基本全部やってくれたっていうの、うん、あれなんか向こうのスタイルなのかな、ね、焼きレゴも全部やってくれた、ね、あ、そうやったな、ね、こっちで勝手にやった。素人は触んなみたいな、触んなみたいな、シャシャリ出てくんなみたいなことを言われました、韓国語で。私は言われてないと思うけどね。まあ安いし、雰囲気もいいし、向こうの人のガチの焼肉見えたのマジでよかった。うん、本当に地元のマジで年同じぐらいレンジの人がなんか金曜の夜に行く感じの店やった、うん、はい、そうそうそう、実際に僕中華麺、ありがとう。不器用とかいうレベルじゃないこれじゃあ茹でれるの？悪意がないとできんで。あれであんたなんで？俺はね、チゲ食堂でね、適当に入って、はいはい、なんかリアルな飯みたいな感じがして、チゲとも書いてなかったくない？なんかこれって頼んだ何やろうね、あれな、うん、だからチゲはチゲやったと思う。俺の失中語彙で説明すればチゲ、うん、あなたなんだっけ？チヂミ。あ、チヂミや、チヂミ。いや、チヂミか、美味しかったね、うん、チヂミも美味しかったね、うん、チヂミは確かにあの量でいい気もする、うん、屋台とかの、うん、そうね、レストランで食うっていうよりかは、うん、あの形で食えたのはめちゃくちゃ良かった、うん、次が2位。2位です。はい、はい、せーの、ビビンバ。ビビンバ、ビビンバ、ビビンバも食堂みたいなので食ったな。うん、一泊目の最終回、うん、深夜、そう、もうお腹がある程度、夕方から4食3食詰め込んで、最後の最後の夜中に詰め込んだのがビビンバで、全員完食したいよね。
そう、ご飯物をな。そうそう、ご飯物やもん、食べ、うん、この旅行全体の爆食いルートを、うん、結構確定させた。決定付けた、ね、決定付けた。で、私のクッパね。クッパね。牛のね、うん、上品なお出汁。自分の好きな塩分ので楽しむ。薄くてもいいし。まあそうね、うん。では、いよいよ1位。どれが一番良かったですか。はい。ね、せーの。餃子なんよな。しかもあの、ビヨンヨン屋さんのサイドメニューの餃子。ニラも甘いし。かといって臭いわけでもなくて、うん、ああ聞いたね、あれ聞いた。あんだけ食って餃子ってね、来るの早い、安いうまい本当に美味しいもの食べに行った時あるあるの、あのちょっと騒然とするやつ、うん、どよめきが、ちょっとこれやばくないみたいな。ということで、はい、こうか不幸かというか、うん、残念ながら韓国であんだけ食って一番美味しかったのは餃子、餃子でしたね。蒸し餃子かな。こんな動画ですみません。ということで、最近急に思い立ったように動画上げてますけど、まだしばらく海外編の取りだめを上げていくつもりしてますので、よろしければチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。